それではですね、画像処理の話をしたいと思います。今これ立ち上がってるソフトはですね、 Adobe Photoshop Elements という Photoshop の、簡易版ですね、こちらでね、画像処理の方法をね、考えてみたいと思います。今先ほど撮ったこの画像ね、今ポンと入ってるんですけれども、まずですね、トリミングを、ぜひすべきです。トリミングツールを使って、切り抜きツールですねを使ってこうやって切り抜きます。でこの時の比率なんですけれども、基本的にはもちろん自由にやったらいいと思うんですが、できればですね、元々の写真の縦横比というのをね、使った方が、いいんじゃないかなと思います。ちなみにこの比率を狂わせないようにするには、シフトキーを押しながらね、するとやりやすいですよ。こうやってトリミングすると、でこうですね、エンターキーを押すとトリミングされます。これで OK です。そしたら、例えばですね、この指に矢印をつけてここだよって指定したいと思います。その時はカスタムシェイプツールっていうのを使いまして、こういろいろねシェイプが選べるんですけども、これにしますね。で色を赤にして、こうピュッとこうやります。すると赤い矢印ができました。これを持っていきたいところに持っていって、ここですよと、こうしてあげます。これで OK です。ちょっと赤だと見にくい。レイヤー、スタイル設定っていうのを選びますと、境界線っていうのが選べますので、境界線を例えば白かな、まあ、黒でもいいですけど黒にしましょう。黒にして太くしてやると、このように境界線が出てきます。こういうことですね。これでここっていうのがはっきりしましたよね。で、画像の保存方法なんですけれども、ファイルの中にウェブ用に保存っていうのがありますので、これを使います。ただですね、画像サイズがね大きいって言ってます。画像サイズが大きいんですね。ですんで画像サイズをちっちゃくした方がいいと思います。サイズ変更、イメージサイズ変更、画像解像度、ここでピクセル数を変えます。昔はちっちゃいければちっちゃい方が良かったんですけれども、今はですね、僕はだいたい 800×600、 長辺800ピクセルにしてます。もしくは1200ピクセルぐらいでもいいと思います。1200、1600あたりですね。例えば、1600にしましょうか。高さを1600にしておくと、比率がね6がかかってる状態ですんで、この状態でもう一回ウェブ用に保存、ダイアログが開きます。こういうふうに保存されますよって出てきますね。でここにね、サイズが出てます。 GIF 画像と JPEG 画像っていうのは基本的にはね、もう JPEG でいいです。 JPEG 画像で出てきます。 152KB ですよ、今サイズがここに出てます。 JPEG 高って出てますよね。 JPEG の明るいっていうことですね。画質を下げていきます。低画質、ちょっと汚くなってしまいました。もっともっと画質、ここでレートで下げることもできます。下げれば下げるほど汚くなります。60とか70とか、まあ中高画質とか、このあたりかな、60ですね。これくらいで、まあそんなに汚くないのでね、保存ってします。あとはお好みの場所に保存してもらったら使えるようになります。これをブログに貼り付けてれば OK ということになります。